カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。デカモンの日浦です。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はいはい、ごめんなさい。はい、じゃあ始めますよ。はい、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 じゃあ始めていきたいと思います。はい、はい、今日はですね、3月の16日、はい、ですね、はい、16時半ば来ましたよ。はい、あと半分でございます。はい、さあ、3月16日はどんな日なんでしょうか。はい、あゆみなこの日なんです。16日は国立公園指定記念日となってます。ほう、はい、1934年、はい、昭和9年の3月16日内務省が瀬戸内海雲仙霧島の3カ所を国立公園に指定し、日本初の国立公園が誕生した日となっております。はい、はい、ほう、瀬戸内海雲仙、霧島。まあまあ雲仙わかりますよ。雲仙わかります。雲仙ね、あの普賢岳があるね。はい、はい、で霧島のあれとか温泉のあるとこね、はい、とか、うん、瀬戸内海って瀬戸内海広いよ。ごめんなさい瀬戸内海ってあの瀬戸内海やな。あの瀬戸内海めちゃめちゃ広いんですけど、うん、あのどういうことそれ。だって、兵庫県、うん、で、岡山、うん、広島、うん、で山口、うん、でこの本州だけで4県あって、で、はい、渡りまして愛媛、で香川で6県にまたがってるんですけど、ね、すごいよね。すごいよね。まあ何やったっけ、あのほら、尾道のとこのなんかもうほらあるやん、なんたらロードみたいなやつあるやん。何やったっけ、しまなみ、あ、そうそう、しなみ、しまなみ街道ね、そう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 、あんなんとかがあるのは分かってるけど、うん、ほんだらあの瀬戸内海にある島ってみんな、じゃあ国立公園の中にある島っていうことになるんですかね。うん、はい、すごい、はい、なるほど。国立公園が誕生した日になってます。はい、はい、そしてもう一つ、はい、財務の日。ん、はい、ん、財務から来ておりまして、3196、所得税確定申告の期限である3月15日の翌日に、はい、企業が財務状態を把握してほしいという、なるほど、趣旨から来ております。昨日までやったのね。そうです、昨日までですね。もうまあ、あの多分これ見てらっしゃる皆さんも、うん、確定申告やら何やら、うん、いろいろね、まあ、大体2月末までに終わらせてると思いますけど、はい、で企業としては15日までにっていうことで、はい、うん、それを確認してもらう意味でこの日にしてやると、はい、そうです。でもこの日に気づいたら遅いやな。そうこの日に気づいた、まあ、呼びつけはね、ちょっとやってるかな。なるほどなるほど、まあまあまあ、まあ、なるほど、皆さん大丈夫でしょうか。はい、はい、頑張ってください。もう遅いけど、はいはいはい、という人になっております。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今日の、このプレゼンありかなしかなんですけれども、はい、はい、ね、本当にもうほとんどレギュラーじゃないか、最近のレギュラーさんですね、ね、っていうふうになんかなってるような気がしないでもないんですけども、はい、と言いながらあと3回しかないんですが、はい、はい、ということで今日も来ていただいておりますので呼んでみましょう。松村さん、はい、デジャブみたいですけど、はい、デジャブですね、はい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 、分かる人には分かります、はい、ということで、はい、進めたいと思うんですが、はい、はい、はい、で今日は何の作品を、あ、今日ご紹介する作品はですね、はいはい、これは配信は3月16日16ですね、はい、土曜日なんで、多分3月19日の火曜日に、はい、うん、シネリーブル梅田の方で、はい、二代建造の映画たち2024、はい、で、まあ、その後、まあ、4月以降になりますけど、うん、シネマ神戸で上映予定の、はい、キックミー、来ました、光のカンザス、はい、ね、すごいタイトル、タイトルがね、私を決定ですからね、はい、どういう作品やねんって話なんですけどね。それをちょっとプレゼンさせてもらいたいと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでじゃあ、プレゼンに入っていきたいと思います。はい、はい、もう本当最近段取り分かってくれてね、そうですね、さすがもうね、レギュラーですね、はい、はい、いきたいと思います。デジャブ2回言うてる、2回言うてる、2回言うてる、はい、はい、いきます。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。キックミー
りのカンザス。本物警官によるカンザスご当地ムービー。ミズーリ州カンザスシティに住むクセ強の生活指導員、生徒を思い家族を愛する心優しき親父。 Daddy is gonna take thousands of pictures, okay? We'll get a bubble. Can't take care of it. What is it? When are you gonna come do karate with? You said you would. ミズーリ州カンザスからカンザス州カンザスへ。To step one foot in KCK, right? I'm not afraid of Kansas City, Kent. I am not afraid of Kansas City, Kent. だけど、KCK はとっても怖いところで、あっという間にカンザスのおもてなしを受けることに。Get that guy! カンザスくんによる究極のご当地映画。 Why is this happening to me? I'm running home. Big freaking eye. Blast his fucking ass. Baby, 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 baby,
殺人シーンもあるわ、はい、あのすごいたくさん人死ぬんですけど、そんなになんか残酷な感じはないんですよ、ね、なんて言ったらいいんですかね、あのもうスプラッターとかではないんですよね、ないんです、一切そんなんじゃなくて、逆にえっていうぐらい笑っちゃうぐらいちょっとしかピシュッとか飛ばへんみたいな、なんかねもうだからその辺監督がめちゃめちゃ狙ってるんですよね、多分そうや、あの、まあ、正直言って始まってすぐにまずあの、なんですか、一番最初オープニングのところに、まあ、犬が歩いてるシーンがちょっと長いこと続いたりとかするんですよ、3本じゃないですか、そうそうそう、でその犬が歩いてるシーンにそのキャスティングやら何やらとかいろいろこの出てくるんですよね、出てくる出し方がまためちゃめちゃおしゃれでしっかり、うん、あの作られてるんですよ、だからあのいわゆるあの壁にあの貼り付いてる文字が通り過ぎていくみたいな感じ、ね、ソウルバスかって感じです ね, ね、だからああいうちゃんとした処理がされてる、だから映像クオリティも高いし、その、何やろ、あの画角の切り方がすんごい綺麗だから、技術はすごくあるんで、うん、おそらくあの血のりの出し方はあえてだと思うんですよ、まあ、あえてまあちょっとチャラい感じ、チャラい感じにわざとしてあるんだと思います、だからその本格的になんか人を殺してどうのこうのって後味の悪い感じじゃなく、うん、あのストーリーのおかしさを楽しんでもらうみたいなことがメインにあるんだろうなと思うんですけどね、うん、はい、まあだからあえて言えばあれですね、うん、私ちょっとまだ作品見てませんけど、はい、ね、あのホアキン・フェニックス主演の「暴は恐れない」みたいなもんですよね。あれも暴が、はい、お母さんのことを見舞いに行こうと思ったら、はい、いろんな不幸に巻き込まれて、うん、あれやあれやとっていう、まあ、要するにお金をかけてそれなりの役者を使ってやったら、はいはいはい、だからそういうシチュエーションのなんか、うんうん、あのなんていうんですかね、あのコメディみたいな、まあ、いやまああの昔から何に入れるか言われたらコメディだと思いますよ、そうですね、はい、コメディですね、だから不条理に巻き込まれている、はい、だから漢字から言ったらね、私から言うと昔見たあのマーティン・スコセッシ監督が、はいはいはい、アフター・アワーズっていう映画があるんですよ、それは一人のちょっとだらしない男がちょっと美女に出会って、うん、そことなんかうまいこといかへんかなと思ったら、うん、もう一晩えらい目に遭っていくっていうすごい面白い映画があるんですけど、まあなんかそういうんで、まあ伝統的にあるんでしょうね、まあまあそうでしょうね、だから、まあ、巻き込まれ方の主人公が巻き込まれながら、うん、最終的に自分の目的を達成するかしないかっていうところを見るっていうのが基本なんですけど、まあこれほんまにあの出てくるキャラ出てくるキャラがものすごいエキセントリックなキャラばっかりで、うん、あの普通には多分いないキャラしかいないっていうか、なんかですよね、だから、うん、ある意味で主演のその学校の先生、はい、おはげな、はい、先生が多分、まあ、そっから監督が発想したのかもしれないけど、うん、この空手っていうのはその人空手の有段者なんですね、らしいですね、でなんかあの警察官ね、もうそれも麻薬捜査官ね、だからなんかすごい人らしいんですよ、すごい人らしいんですよ、ところがその人にわざとあの、うん、実は38年やってるけど俺白帯なんだって言い出して、いうぐらいあのものすごい逆にやらしてるところ、弱っちいおっさんの役をやらしてるっていうね、はい、でもラストシーンで、うん、その本領が見てもらった、えまあまあキックミーですからね、キックミーですか、はいはいはい、怒りのカンザスですか、もうそれは怒るわ、もうそれがもうラストシーンに集約されてるという作品なんで、まあぜひこれはねちょっと大阪ではもう残念ながらその3月19日の火曜日1日だけの上映になりますんで、まあ大阪の方はぜひとも、うん、あの火曜日ですね、火曜日に、はい、見に行っていただければなと、はい、思っております。はい。まあ、あの見逃したら、まあ、シネマ神戸の方、シネマ神戸でね、そんなに遠くはないですね、はい。やるっていうことなんで、まあなかなか見れない作品というか、まあそうですね。まあ、あのこれ配給の、 あの社長がものすごい惚れ込んでる作品で、うん、あの超もうプッシュをだいぶ前からやってましたね。うん、だからそこら辺はよくわかんない。で、ね、金沢映画祭でね、賞を取ってるんですよね、はい、これ結局最終的に出品海外の映画祭、うん、作品で、うん、あのコンペに入ったのは初めてなんですけど、うん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 、あれこれグランプリ
なんかでも確か賞取ってるはずですよ、はい、でおめでとうみたいな話やってた、はい、グランプリはなんか取ったのかな、うん、でもほんまに金沢でそういう海外の映画で、はいはい、選ばれたのは今回初めて、うんうんうん、まあグランプリがちょっと分かんないですけど、なんか賞を取った、まあ、正直で金沢映画祭が好きそうな作品です、なめちゃめちゃ好きそうな作品やけども、一回金沢映画祭のほらあのここでも金沢映画祭でグランプリ取って、うん、グランプリ取ったらあのお金が出て、うん、でそれであの翌年にあの1本取ってそれを上映するってやつ、はい、であの何やったっけ、どこやったっけあの映画館、あ出待ち座でバイトしてる兄弟生 の、はいはいはい、あの男の子が取ったあの呂布カルマが出てるやつ、はははのあれそう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 、シソンヌ二郎とかが出てる、タイトル何でしたか、ね、タイトル何でしたか、なんか変な映画でしたね。いやいや変な映画言うたりない変な映画言うたりない、はい、いや悪い意味じゃないですよ、うん、だから要するに金沢っぽい変な、金沢映画祭大仏からピーッとこう出てるような、そ う, そ, う そ, う そ, うそうやね、あのでっかい大仏 の、 そう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 、あのビジュアルがあれイラストレーターで自分で描いたけど、そう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 、はい、だからそういう感じの映画祭ですけど、まあまあそこに選ばれて、はい、まあすごい大好評を博した、そうですね、で多分これ東京は昨日から1週間、はい、あのその同じ未体験ゾーン、はい、2の映画たちの2024か、はい、のヒューマントラスト渋谷で1週間レートショーをやって、はい、なるほどなるほど、でこちらでは19日に一発開けという形なんで、ぜひ、はい、見に行ってください、はい、はい、お願いいたします、はい、ありがとうございました。いやいやない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 、いやいやいや、まだ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 何勝手に帰ろうとしてる、慣れすぎ慣れすぎ、変わりましたね、最初の段取り覚えます、帰りの段取り覚えてない、覚えてない、どないやねん、あれなんか抜けるんじゃない、こっちこっち入ったらこっち抜けるって判定がありますから、はいはい、あ判定やったね、判定あるやん、もう次呼ばれてここ何やねん、何やねん、何やねん、はい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 、まあまあまあということで、はい、そういう作品でございます。じゃあ判定いきましょうか。あれ判定はデジャブになるのかな、ないやす、はい、このプレゼンありかなしか判定まあ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 、まあ、出間さん丸にしときましたんで、とりあえず丸にしときましたはい、はい、まあまあまあ、でもね、僕ね、何やろ、映像のクオリティはすごく高くて、でその絶対遊んでるんですよね、遊んでるというか本気で遊んでるから、めちゃめちゃ面白いの、面白いと思います。まあ、でもクオリティはインディーズって言ってもね、いやもう全然インディーズじゃないです、日本のインディーズなんかとは比べ物にならない、でもおバカな映画やってもクソみたいな映画いっぱいあるそれに比べて水準あかん、俺なんか思い浮かんだ作品がある、うん、やめとこう水準は高いんだけど、逆にだから10年かけて、うん、ね、まあそうですよね、どれぐらいの予算で撮り合ったのかなっていうのがすごい逆に気になって、聞いてみたいですよね、うん、はい、ということで今日はですね、はい、キックミ、キックミ、はい、怒りのカンザスの紹介で松村さんにお越しいただきました、ありがとうございました、はい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 、じゃあ次あゆみ、はい、はい、お店の情報です、はい、はい、本日ですね、広山琴葉セレクションリフス、はい、うん、はい、開催中でございます、はい、昨日から上映しておりました、うん、16日本日は13時の回と17時の回、うん、そして日曜日も13時と17時、そして18日まで上映してまして、18日月曜日は19時30分からの上映開始となっております、はい、料金の方が税込み1980円プラスワンオーダー制となっております、はい、ぜひぜひ皆様桐山琴葉さんの作品を見に来てください、2作品ですからね、2作品で1980円ですからね、はい、めちゃめちゃお得です、はいはい、作品内容は山田香奈監督の今夜新宿で彼女は、はい、と、堤幸彦監督のトゥルース鹿島式弔いの果ての2作品、
そして、うん、広山琴葉さんの特別 VTR のコメントが、はい、ありますので、そちらの方も ね、はい、合わせて、はい、お楽しみください。よろしくお願いします。これ僕両方ともめっちゃおすすめの作品です、ね、はい、めちゃめちゃいい、はい、今夜新宿で彼女は、まあ、あの短編なんで、まあ、サクッと見れますし、トゥルースもそんな長くないんでね、はい、72分、はいはい、2つ合わせても2時間ぐらい、そうですね、はい、なんで、まあ、サクッと見れますから、はい、ぜひ。そしてね、特別に平山琴葉さんとマテリアルがコラボしたグッズもこの日が、うん、何なんか知らんまりそんなことやってたんか、はい、めっちゃ可愛いんですよマジか、はい、ぜひぜひ、はいはい、こちらの方もお楽しみにしてください、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてですね、うん、3月2021で、うん、マテリアル演劇シアターです、はいはい、今回の作品は伊藤閻魔プロデュースのサイボーグ、うん、サムライでございます、はいはい、で演劇映像をね、はい、こちらスクリーンの方で楽しんでいただける企画となっております、はい、ぜひぜひ皆様お越しください。でこちらの方の料金が税込み1100円プラスワンオーダー制となっておりますので、安い、はい、演劇映像演劇見に行ったら普通3500円とかね、4000円とかね、うん、が普通ですからね、うん、それが1000円で見れるってもうほんまにびっくりするぐらい安いですよ、うん、これ、はい、しかも伊藤閻魔ですから、そうです、大人気です、大人気、はいはいはい、ぜひぜひお越しくださいませ、はいはい、そしてですね、3月22日は第4金曜日になりますので、はい、川本隆弘監督のカバの上映になります、うん、料金の方が、税込み1650円プラスワンオーダー制、お時間が19時30分スタートになります。これ1年間の、ね、マンスリー上映となっておりますので、ぜひぜひ皆様、お越しくださいませ。そして3月23、24で月1土日ランチをやっております、はい、土日だけ月1回だけ、オープンしております、はい、お時間の方が11時から15時までとなっておりまして、はい、今回ですね、24日はもう満席、ソールドアウトしておりますので、すごいね、はい、はい、1日6名様6名限定ですね、なので、はいはい、まだ23日がまだお席ございますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、よろしくお願いいたします、はい、そして27日28日で、うん、マテリアルのショートムービータイムです、うん、はい、27日が、はい、大橋貴之監督の押し入れ女の幸福と、はい、日浦明弘監督のトモルですね、はいはい、そして28日は、野本梢監督の初めての海と私は渦の底から、そして、演劇映像、はいはい、演劇ハカラーズのウェルウィッチアの、上映となっております。はい、こちらね、一枠、料金の方が税込み1100円プラスワンオーダー制となっております。はい、はい、そして3月末です、うん、はい、朗読演劇バーマテリアル春の宴を、開催いたします、はい、こちら朗読演劇をこちらの、ね、マテリアルで行います、うん、30日土曜日は12時と16時、はい、31日日曜日も12時と16時の4回の公演となっております。料金の方が2000円プラスワンドリンク制となっておりますので、ぜひぜひ皆様遊びに来てください。これだからね、朗読演劇なんですね、はい、演劇です、朗読だけじゃないんで、ね、そうそうそう、読んでるだけじゃないんですよね、うん、はい、見ても楽しんでいただける、はい、演出となっておりますので、そして出てますんで、はい、私出ております、やってます、やってます、そして演出大阪部五郎でございますので、はいはい、ぜひぜひ皆様遊びに来てください、はい、よろしくお願いいたします。はい、お店の情報以上です、はいはい、でももう本当マラソンみたいな感じじゃないですよ、はい、もうはい、はいはい、じゃあ行きますよ、はい、今日のグッチョイ、今日のグッチョイは、はい、ムービータイムから新しくね、はい、3月にラインナップ決まりました、はい、うん、織木浩二監督の日曜日のナイフとマチコの部屋の、はい、2作品となっております、はいはい、まあ、日曜日のナイフ、はい、すごくね不思議な映画となっておりまして、あのもともとね、あの難波望監督のおとぎねまをね、ちょっとムービータイムでやってきたんですが、はい、その中に出演されている星さん、はい、星光介さんの、うん、出演作品が2本、うん、はい、両方とも出てまして、はい、その作品を、はい、ご紹介いただきましたので、はい、はい、上演する運びとなりました。なるほど、はい、はい、日曜日のナイフが18分の作品となっておりまして、はい、閑静な住宅街に女性の悲鳴、うん、怪しい男、はい、サラリーマン、うん、奇妙な会話、うん、次第に不穏な空気が点々点という作品となってます。
何のこっちゃやけど全然分かれ全然分かれとりあえず悲鳴が聞こえるのね。そうなんです、なんか世にも奇妙な物語みたいな感じの作品なんですけど、はい、ちょっと不思議なね、はい、作品となってます、うん、そしてマチコの部屋が電話がつながる 謎の女性と怪しい男、うん、噛み合わない会話が続くが、うん、少しずつ真実が明らかになってゆき、うん、2人をつなげているものとは、うん、てんてんてん感じでございますこっちもてんてんてんな、てんてんてんな、はいはい、これもすごく不思議な、これも18分の作品、あ、はいはいはい、なるほど、2本ね同時で、はい、上映させていただきますが、うん、はい、ね、鬼木浩二監督が、アメリカ、そうですね、アメリカでその映画の、うん、勉強されて、はいはいはい、なるほど、はいはい、うん、でまあアメリカの方の映画祭でなんか賞とか取ってらっしゃる監督です、うんうんうん、はいはい、でまあまあアメリカンテイストなのかな、ちょっと入ってる感じなのかな、うん、なんかだから日本の作品っぽくないみたいな感じですか。そうですね、撮ってるのは日本なんでしょ。日本です、ね、バリバリ日本で撮っております。日本ですけども、うん、まあちょっとそういうアメリカンテイストが入ってるのか、アメリカ、うん、そうですね、アメリカンテイストが入ってる感じですね。いや、なんかちょっと見てみたいですよね、はいはい、ぜひぜひ皆様お越しください、はい、なんか福井駅前短編映画祭、あー出た出た、あー、はいはいはい、賞を取ってる、はい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 、あの、はい、企画のね、はい、ますので、でね、津田寛治さんが審査委員長で、はい、そうですね、はい、福井県で、はい、企画元気、はい、はい、ね、こちらの方がね、何度も何度も上映させていただきますので、お返事が合えば、ぜひぜひ皆様、はい、はい、お越しくださいませ。見たいな、俺も、はい、来てください、はい、うん、はい、はい、うまくあります、はい、はい、はい、ということで、今日のグッドボーイでした。お疲れ様でした。いやー、なんか2回分疲れたような気がする。なんでやろな、なんでやろな。いやいや、デジャブが、デジャブじゃないやつちょっと入れたいなと思うんですけど、いいですね、はい、じゃあお願いしていいですか、はい、はいはい、ということで、 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear 松村さん、 Happy birthday to you、 yeah。ということで、ちょっとこれを出しながらね、はい、やらしいですけど、はい、ありがとうございます。え、何歳？何歳？62ですか？はい。あれですね。うん。いや、もうレースだけど、おめでとうございます。そう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 、あ、それそうそうそう、いや、僕もだから2日前に、うん、あのフェイスブックで、あ、松村さんと思って、最初俺あの何重曹で、あの舞台挨拶のアテンドやってはったから、はい、そこ行ってと思ったけど、よう考えたら2日後にあの鳥やるからそっちの方がいいなと思っていやいやいや、なんかあれですか、はい、昭和37年3月10日、はいはいはい、松田聖子、あー、そうなんか、だからいつも聖子ちゃんが毎回持ってた、聖子ちゃんのね、聖子ちゃん、俺は大学時代の超人気やった。なるほどなるほど、まあまあそうですよね、そうです、聖子ちゃん持ってるな、なるほどなるほど、ということで、聖子ちゃんと一緒に頑張るということで、はい、まあこれからもね、はい、よろしくお願いします。いや、もうこちらこそ、はい、はい、ということで、2回目っていうのはちょっと帳消しにしていただいてということで、ね、はい、ということで、まあまああのあと、2回なんです、あと2回です、収録あと2回です、はい、まあ、振り返りは最終回でやりますんで、はい、たっぷりやらせていただきますんで、とにかくですね、あと2回、まあ、カモンマテリアルらしくね、楽しく頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。はい、また来週。